3セレクタモードエクシビション。サッカーを愛する皆さん、こんばんは。ベルマーレ平塚対セレッソ大阪、今日はエキシビションゲームをお送りします。まあエキシビションとはいえいい試合を期待したいですね。今日は解説にフリーキックの名手木村和司さんをお迎えしています。木村さん、どうぞよろしく。はい、よろしくお願いします。今ゲーム開始の笛が吹かれました。おっと、これはファウルか。あれでファウルを取ってもらえないと厳しいですね。左サイドをえぐっていきます。合わせる味方のことをか。ハイクロス、いい形になった。危ない。ここでホイッスル。セレッソ、ここはじっくりと攻めるんでしょうか。中盤の攻めはどう出ますか。これを抑えて攻撃を仕掛けたいところ。オープンスペースへの突破を許した。ここは慎重に行きたい。ディフェンダーが上がってきた。ここで数的優位を作られると危険です。決定的なピンチ。ロペス、シュート決まりました。ゴールイン。やはりゴールを奪うんだという気持ちが勝ちましたね。さて今のをリプレイで見てみましょう。キーパーわずかに及ばず。どうですかこのゴール。いやー、よく決めました。セレッソキックオフです。野口、上がっていきます。周りの状況ももっともっとよく見てほしいですね。ここで抑えて攻撃を仕掛けたいところ。ここから崩したいんです。厳しいチェックですね。おかしいと思っても審判に文句を言ってはいけませんね。ベルマーレ1点をリードしています。厳しいディフェンスですね。いかがですか木村さん。蹴った、入った、ゴールイン。いいプレーですね。さあそれでは VTR でもう一度ご覧ください。入れたのはロペス。素晴らしいシュートですね。キックオフ。さあここはどう守る。ファールになファールに対し警告です。
これはやはりイエローカードをレフェリーも出さざるを得ません。ボールはテレッソ、蹴るのはマノエ。ボールをどこに入れてくるんでしょうか。手元の時計で前半まもなく25。シュート、蹴った、ゴール。ああ、リプレイで出てますね。テレッソ、キックオフで試合再開です。強引に突破を図るか。テレッソ、ルックアップ、状況を見てドリブル突破。クラウディオ、まあ、この辺取られたら危ないですからね。あの、慎重なプレーが必要ですね。もっと簡単でいいと思いますね。チャンスにつなげることができますかどうか。ここで攻めに転じることができるか。ここで抑えて攻撃を仕掛けたいところ。あっと、中央から突破されてしまいました。得点は3-0、一方的になってきましたね。この点差で逆に集中力が途切れなければいいんですがね。オフサイド、飛び出していきました。ここはディフェンスに軍配が上がりましたね。さあ、ベルマーレ、岩本、ボールが行く。ここで抑えて攻撃を仕掛けたいところ。シュートは惜しくも正面でした。このプレーはちょっと危険。田坂、これからどう展開していくのか。チャンスになりますか。ここは決めないと。ここでホイッスル。この辺での駆け引き面白いですよ。ベルマーレ、絶好の得点チャンス。シュートか、いや、このシュートか、いや、できないか。前半終了しました。ゲームは後半に入ります。ロペス、おっと、これはファウルか。イエローカード、警告が出ました。こんなことで怪我をさせられちゃたまりませんからね。ベルマーレ、どうチャンスを作っていきますか。この動きどうですか。これは相手守備を混乱させるにはいいかもしれませんね。センタリング、誰に合わせ、シュート、どうだ、決まった。さて、今のをリプレイで見てみましょう。いいシュートです。キーパーもいい反応してますね。テレッソ、キックオフ。ここで抑えて攻撃を仕掛けたいところ。どうだ、ベルマーレ、中盤でボールを抑えておきたい。クモン、自分で切り開く。
ックモン。シュートしたい。マークにつけるか。ベルマーレ、中盤でボールを抑えておきたい。いやー、行きますね。クロスボール、上げるチャンスだ。中へ入れます。ロペス、シュートしたい。倒れ、危ない。ファウルになりました。ベルマーレ、このピンチをしのげるか。まあここは狙うで。ゴールライン終わりました。ベルマーレ、ゴールキックに変わりました。ここで抑えて攻撃を仕掛けたいところ。ベルマーレ、今日のチームのコンディションはいい方だと思いますか。もう今日は安心して見ていられますね。厳しいチェックですね。ファールにならなかったと言って熱くならないことです。そうですね、もっともっと冷静になってやらないといけないですね。依然として4対0、ベルマーレ、これはファールでしょう。ボールはテレッソ、蹴るのはマノエ。さてゴールライン終わりました。ベルマーレ、ゴールキックに変わりました。厳しいディフェンスですね。いかがですか木村さん。中田、どうだ。現在のところ4対0、ベルマーレ平塚、現在のところ。このプレーはちょっと危険。あれでファウルを取ってもらえないと厳しいですね。この動きどうですか。まあこういう動きは相手を。どうだ。シュート、やりました。ゴールイン、ゴールインです。ディフェンダーにとってはショックでしょうね。さすがですね。どうですかこのゴール。いやー本当にラッキーでした。テレッソ、キックオフ。ここで抑えて攻撃を仕掛けたいところ。パスコースが見えたんでしょうか。マークにつけるか。中田、ペンタリング。今ここで長い笛が鳴りました。ベルマーレ平塚、この試合勝ちました。木村さんからはこのゲームについて何かありますか。いいゲームでした。ナイスゲーム。解説は元日本代表フリーキックの名手木村和司さんでした。木村さん、ありがとうございました。ありがとうございました。実況は金子和彦でお送りいたしました。それでは皆さん、またお会いします。ごきげんよう、さよなら。どうも失礼しました。